はい、じゃあフェイトループファンタズムのテストプレイやります。プレイ風景公開です。一番最初にね、盤面にカード並べます。今回3人プレイなんで 4×4 です。3プラス 1×4 ですね。これをね並べるわけですけどね、この並べた配置が大層美しいと思いませんか。あ、ご反応、ご賛同が得られない。このね、美しさがね、いいんですよ。てな感じでね、こういう風に、4×4 の感じで並べますっていう感じで、ね。じゃあ、これ並べたら、フラグカードをですね、全員に配ります。今回3人プレイなんで、1人4枚ずつね。よいしょ。4人プレイの場合は1人3枚。3枚ね。うん、3枚、4枚と。ということで、はい、じゃあ、なーす。取りやすいのかな、取りにくいのかな。はい、確認しました、はい。確認したらね、次ね、協力者カードを選びます。今回僕がターンの最初ということで。よいしょ。さ、だんだんね、3枚。はい、最後の人3枚抜いてください。はい、3枚抜きました。いきなりプラン崩壊ですね。厳しいな。もし分かった。じゃあ最初から僕は大人げなくいきましょうかね。これ取ります。で、余ったカード次に回します。大人げないだろうって思った。なんか何のことか。今回プレイヤーは、モック、ギギョ、ルインの3人でお届けしております。では最初に抜いた3枚のうちから1枚を抜いて、で残りから、はい、切ない声が聞こえてくる、はい、どうするかな今回、難しいな。で戻して山札に、うん、はい、じゃあ1ターン目です。まず日常フェーズの進行チェックの1日目のところにマーカーを置いてスタートです。1巡目の1人目は2枚めくります。1枚と、まあ、1枚どこ行くかな、ここ1枚目からイベントか。空気を読まない僕ですみません。取ったらまずこのイベントカードっていうのが出たら山札から1枚補充してここに並べると、で効果解決。1巡の間全プレイヤーはバフ札のオープン枚数を1枚増やす。あー、いきなりカオスな状況に。いやー、ルールね、すごいことになります。いきなりに説明しづらい状態になりましたね。じゃあね、もう1枚めくります。はい、またちょっとごめんなさい、これは1回リセットしようか。これはやりづらくてかなわないんですけど。ちょっと待ってよ。はい、ですね、じゃあもう1枚めくって補充します。今度のイベントカードの効果は、はい、イベントカードがオープンされたら1巡の間各プレイヤーが取得する日常カードを右隣のプレイヤーが指定する。はい、これも1巡持ちます。1巡の間、1枚多く開いて、なおかつ、右隣の人が指定すると。はい、じゃあ僕の、カードをルインさん指定してください。ではセイバーを、あ、セイバーいただきます。はい、じゃあ次どうぞ。はい、はい、もう1枚めくってね。はい、僕は何を取るんですか。じゃあね、微妙に用がなさそうなキャスターをどうぞ。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、続いて2枚を開きます。何を取れば、この前指定するのよかったですか。ランサーをどうぞ。はい、いただきます。はい、でこれで、効果が終わったんで、どっちもこれは捨て札になりますと。はい、でこれで、1陣終わったんで2チェックを入れて次いきます。さーてと、じゃあここで使っちゃいましょう。協力者こぎる、この効果は1列めくって2枚ゲットできるというやつなんですけど、1列残ってるのが2つかどうしようかな。どちらにしましょう。近い方でいいか。1、2、お、なんか熱い感じになってきた。3、なんだこれ、なかなか。ね、どれを選んでいいやら。おいしい、おいしいですね。じゃあこれとこのね、複数アイコンのやつはどっちかとして使える日常カードです。じゃあね、悩ましいですがこっちかな。はい、ちなみに取るのは別にこの列じゃなくても他のカードでも OK です。どうぞ。はい、します。ではアイコンの多いのをいただけますかね。せ
選択肢が増えるからね。はい、はい、3巡目よっと。意外に欲しいのが来ませんが、じゃあセーバーいただきます。はい、いただきます。はい、そうですね、入れよう。で4巡目なんですけど、もうめくるもんがなくなっちゃったんで、あとは取得していくのみになるんだけど、じゃあね、いいやいただこうかな。はい、桜をいただきます。はい、ではここで全員取り終わったら、とりあえず4巡終了ということでフラグ取得に入ります。じゃあ私フラグ取得します。妨害があります。はい、はい、それなの。はい、はい、じゃあ、リンの効果は、隣のプレイヤーのフラグカードを全部見てその中から強制的に好きな枚数交換できるというカードですけど、はい、君初っ端から容赦ないっすね。見せていただきます。でも今回ほら複数アイコンカード多いからよっぽどのことがない限りは1枚は出せると思うんだけど、なんかめちゃめちゃチョイスしてやがるんですけど、ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。モクさんにはこのカードがいきます。はい、これちょっと待って、あれちょっと待って、ひょっとして一つも解決できないというオチはあれあれひどいとあれ解決できない。ひどい話だ。はい、じゃあ僕終了です。お疲れ様でした。お疲れ様。うるさいよ。うわ、そんな綺麗に全部引っこ抜きやがったな。はい、私はさんどうぞ。フラグを解決します。この野郎。リンとビンとあとキャスターを、サーバントはキャスターですね、を消費してフラグを成功してくるんですね。私もフラグを解決します。ひどいよ君たち。桃源の夢をさくらと、それからこちらのアイコンはキャスターとして使用して解決します。はい、じゃあこれで、もう取らなければ1ターン終了ですね。今のところ、モック0ポイント、ギギョ3ポイント、ルインが2ポイントというところで次のターンに入ります。でその前に1枚以上持ってる人は1枚を選んで残りを全部捨てなきゃいけないんですけど、しまいます。あ、モクさん鬼か。あんたな。じゃあ何を捨てますか。名手野生の証明だけ残してあと全部捨てます。鬼かお前ら。私は協力者カードカレンの効果でこの2枚を持ち越します。それ最初に見た時入ってなかったんだよな。ヨークさん大好きなのでいただいておきました。ランダム3枚から引き上がって。そういうこともありがとう。はい、じゃあね、彼の方から全部残しと。はい、はい、協力者カードを回す。協力者カードを回収します。はい、で、はい、次の人で、スターターカードを次の人に渡して、もう一回盤面を構成し直しです、ね、ちなみに、使ったイベントカードは6枚あるんですけど、6枚が全部捨てられるまでここに放置です。2巡目以降は、入っているイベントカードの枚数が減るわけですね。はい、また、いやー、また 4×4 で並べます。ちょっと待ちますか。はい、はい、3枚いきます。うわー、手がかけちゃう。これでもあれだな、あれが来てくれないと僕はかなり厳しいですね。はい、これともう一枚ランダムで加えて、
いやこれはちょっと待ってください。これはもう使ってもいいんじゃないですか僕は。何を使うんですか。いやいや何でもないですよ、何でもないです、何でもないですよ僕は。いやいいですよ、はい。はい、いいんじゃないかな、いいんじゃないかな、はいはいはい、はい、じゃあ行きましょう、はい、2段目スタート、はい、2段目の1巡目です。2枚まためくるのね、2枚めくります。うん、厳しいな。セーバーをもらいます。はい、1枚めくります。うん。イベントカードを1枚補充して効果は、全プレイヤーは山札から1枚日常カードを引き手札に加える。あ、いいですね、はい、じゃあどうぞ山札から、はい、はい、おーい、お、割と悪かったですね。では噛み合ってね、出す札に、うん、として札にして桜を収穫しますと。はい、ちょっといきます。いやここらでね、そろそろね、なんかね、うまいことやっておかないとね。しょっぱいな。はい、じゃあイリアを取ります。はい、二巡目です。はい、コギルの能力を使います。やっぱり使ってたか。で、一列巻きます。はい、はい、で、まずこれをタイガーをいただきます。はい、1枚いって、セイバーをいただきます。おー、いいじゃね。いやそろそろなんかうまいこと回ってくんないと厳しいんですけど、セイバーか、あの子が欲しい。あの子じゃわからん。相談したらくれるんですか。それは無理っすね。そうですか、はい、終了だぞ、はい、3巡目、キリンをもらいます。厳しい、金をもらいます。そろそろ来てくれ、こうね。なんてこった、どうすればいいんだこの状況。ゲット終了。はい、はい、4巡目です。はい、開けます。はい、じゃーん、はい、1枚補充して、全プレイヤーは即座に協力者カードをオープンする。どうぞ。イリアスした桜です。あれあれ。何のことか分からないな。はい、じゃあこれで全員交代ね、はい、うーんと、で1枚習得したので、桜の能力は後ほどね、はい、はい、めくって、この鬼を呼んで来たね、はい、取りました。はい、終わりです。終わりです。じゃあ、フラグショップだね。で、フラグを取ります。うん、まずはリンサイドリンとタイヤ。フラグを習得します。深夜の出来事、ん、深夜セイバー、セイバーミリアカルト、ね、で残念ながらイリアの効果がうまく使えません、ね、イリアの効果は一つのアイコンを別のアイコンとして考えることができると、うん、残念ながらありません、ね、フラグカードに、はい、はい、最後に僕ですが、どうすっかな、なんかこれを自力で取得するのも寒い気がするので、こっち行きましょうか。少女剣士、セイバー、モクさん20カードいっぱいありますね、はい、リン、
て、あ、ちょっと待ってください。ん？ん？すいません。ん？出せませんでした。ミスった。あれ間違えた。あれお徳さんまた。さくらの能力を使います。さくらの能力はですね、残りの余りのフラグカードを見てですね、それから出すことができる能力です。苦肉の策です。苦肉の策ですね。あれ。じゃあこれもらっとこうかな。これをもらっておいて、セイバーと、リンとサクラの効果として使って見えない片筆を出します。奥さん頑張った。終了です。失敗した。はい、皆さん捨てる人は捨ててくださいね。そうか、これだけ残してきてます。こいつ最初からいるのに使わってあげられないな、かわいそうに。はい、じゃあ協力者カード回収。イベントカードはできますね。まだじゃない。まだ2枚、ま、さてと、では3枚お願いします。1、2、3。次は悩ましいけど、はい、じゃあこれまずこの中から1枚選んで、わかりました。じゃあでは2枚オープンして、はい、ここで追いつかないとな。ここで協力者カード小切の能力使って1列開きます。出なかったね。なんだか知らないけど。しょんぼりしながらリントしかさあ取ります。おい、じゃあ取りますが、そうか、こっちに行くと、よいしょ、はい、めくります。難しいな。難しいが、とすると、こっちを取っておこう。はい。では、3ターン。イリをいただきます。じゃあ、いきます。じゃあリン、赤い子をいただきます。よいしょっと。じゃあリンを読んだね。あ、漏らすか。そろそろ出てよ。キャスターをで、いますか。そろそろ勝利に向かって重要なカレーを取ります。はい、で相手のものから入れます。はい、
じゃあ終了ですね。フラグ解決です。はい、私はその前に協力者からのランサーで、はい、あのランサーをください。はいはいはい、はい、あれ？なんか急にあれ？何かに気づいた人がいる。お、ダメですか？ダメですね。ダメですか？そうですか。そうですか。はい。じゃあ私行きますか。す、はい、じゃあ、取得しますけど何もないですね。はい。ファイナルラダーカレンカレンリンでゲットしたいと思います。はい。得点。はい。そうですか。タイガです。はい。はい、タイガの能力は。フラグを取得するときにコストにプラス2するというですね。モックさん、ただしアイコンはどれでもいいです。モックさん、やれるもんならやってみてください。全部吐き出してください。もしくは暴れたのにな。いや、暴れたとか言ってる。暴れたのにな。まあフラグを取ります。はい。ランサー共闘、はい、まず、リン、はい、セイバー、はい、ランサー、はい、で追加2、はい、で払います。はい、はいはい、いいところで出しましたね。どっちに使うか迷ったんだけどね。では次、はい、じゃなかったら、1枚のカードを引いて、はい、どうにしましょう。さあ、いや次が厳しいな。協力者カードを出します。じゃあ僕ですね、はい、はい、じゃあ手順一巡してまたスターターが僕に戻ってきました。うん、はい、じゃあちょっと、ゆうさん配置お願いします。見ちゃダメだ。はい、じゃあ3枚抜いてこれにしようかな。あー、素敵に嫌なところを持っていく。そうくるか。これはあ、それもそうですね、ごめんなさい。うわー、そうくるか。今はこっちのターンじゃないんだ。じゃあね、じゃあこれかな。はい、じゃあ次どうぞ。まだ置き終わっていません。はい、大体ね、これは、これを、あ、そうですね。はい、難しいな。まあ、この辺か、この辺が来るとですね、これがこう、こうなって楽しいんですけど、ね、じゃあ、ね、今日残りの時間。やはりこれでしょうね。はい、では捨て札にしますと。はい、はい、じゃあ行きましょうか。はい、じゃあ2枚いきますが、こっからが重要だな。この辺か、この辺だな。えい、はい、えい、こっち行っていいだろ、ももこさん。何を君は何を君は誘導しようとしているのかな。これでしょう。これでしょう。えいじゃないよ。えいじゃない、うるさいよ。正直ね、僕は大人げなく勝ちに行きますからね。はい、で2巡目、これはこっちかな。よいしょ、どうぞ。はい、いいよ。こっちか、こっちだな。もしかなんかめちゃめちゃうまく回って向こうが来れば嬉しいですね。コギルの能力を使います。はい、使います。全プレイヤーは右隣の人からランダムに日常カードを1枚奪
この処理はオープンしたプレイヤーが時計回りの順で起こる。いやそれは痛いんですけど。まずどうぞ。右隣だから、右隣だから。はい、じゃあ23。これはランダムですね。はい、いやーねー、今ねどれを取られても痛いからね、非常にやめていただきたいんですけど。うわー、それかな。ここでカバーできるか、はい、えい、うん、できねえ。はい、ステップ出して、きついなー。でそれはそれとして、じゃあ開けますと、はい、にわかにしょっぱい、厳しい。じゃあ、はい、あともう一枚。あ、そうか。はい、じゃあ30名。うわこれちょっと鍵だな、どうしようかな。これですかね。どうぞ。はい、いやー今のイベントカードはちょっと誤算だったな、どうするやったかな。お、厳しい。自分の引きに全てをかける、ドロー。うーん違うんだ、それじゃないんだ。うん、うわーこれはまた厳しい勝負になってまいりました。こっちかな。はい、どうぞ。欲しいものを全てリオさんが拾っていきます。勝って勝って。はい、フラグ取得フェーズですが、いや僕は何もないよ、何もないよ、何もないです、何もないです、何もないです。いじめですかこの野郎。はい、リンの効果で隣の人のやつを全部見て、あの隣の人で僕じゃなくてもいいはずですよね。ね、何か言いましたか。隣の人で別に一番決めた覚えないんですけど、僕どっちでもよかったはずなんですけど、なんで僕から見るんですかね。しかもなぜ僕の手番が終わってから見るんですかね。逆だったら出せる可能性もな、見にします。他はやめにしな。ですよね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 。見ててくださってありがとうございます。うるさいよ。ですよね。はい。ダメ押しですか。ダメ押しですね。はい。ありませんか。はい。いや別にいいですよ。はい。じゃあフラグを取得します。あー、いいか。セイバー。あ、これで終わり？セイバー。あ、やばいやばい、はい、しまった。で開けます。うっそー。で11ポイントで10ポイントを超えています。オーバーキルだ。これでこの時点で僕は負け確定ですね。はい、最後どうなる、はい、残念ながら解決できません。できない。じゃあ終了、はい、終了。欲しいものは全て、はい、ギリオシ勝ちです。いやー、はい、しました。さっきのイベントカードでセイバーを使っとくべきだったと心底後悔いたしました。はい、セイバーの能力はイベントカードの効果を無効にするか協力者カードの効果を無効にするというものだったんですが、絶対僕は妨害があると踏んでたんでずっと抱えてたんですけど、リンだったら使ってもよかったじゃん。リンは一応取ったんですけど、まあ、あってもなくてもよかったですね。はい、はい、セイバーさんは鉄壁の壁なんですけど、はい、使いませんでした。というわけでギギョさんの勝ちです。はい、ありがとうございました。お前ら制作者任すなよ。というわけで以上、フェイトループファンタズムプレイ風景をお届けいたしました。どうも、勝てねえんだよこのゲーム。